日高さんのおうちでラジオ @YouTube。 皆さんお元気ですか？12月1日にデビュー43周年を迎えました日高のり子です。いや、43年を迎えてもですね、何も変わらないんですけれども、これからも元気に頑張っていきたいと思っております。さてさて、プレミア朗読劇ボイサリオンスプーンの盾、1ヶ月の東京ロングラン公演の幕が上がりましたね。皆さん、私は12月8日金曜日に初日公演を終えました。この日が昼と夜という感じだったんですけれども、カレームが梶裕貴くん、ナポレオンが山口勝平くん、そして私がマリ、タレーランは平田博明さんということで、夜の分になるとナポレオンが勝平くんから高木渡くんに変わるという感じだったんですけれども、このチームは実はリハーサルでは一度も会っていないチームということで、まあ、本番前にね、リハーサルみたいなことがあったんですけれども、でもやっぱり何度も共演しているメンバーだったので、そういう意味では、リハーサル特別していなくても、なんかすぐにこう相手の呼吸が分かるというかね、そういう感覚っていうのが自分の中でなかったので、あ、きっとボイサリオンってこうやっていろんな役者さんたちと組んでどんな風にお芝居するのかなと思って、で、あ、こういう風に来るんだったら私はこういう風にしようかなっていう、それもなんか楽しみの一つなのかななんて、ちょっと怖い気もするんですけれども、でも楽しみの一つなんだなっていうことを改めて感じました。そして私、先日ですね、このボイサリオンスプーンの盾とコラボをしてくださっているブラッスリーレガンさんにお食事に行ってまいりました。めちゃくちゃ美味しかったですよ、フランス料理。いや、もう本当に何でしょうね、あのアニメの方でコラボカフェというのはね、なんとか例えばコナンであるとかラーマ2分の1であるとか経験してるんですけれども、フランス料理のフルコースを、その自分が今現在やっている最中のお芝居とコラボっていうのはね、なんかこう感激もひとしおっていうか、私は私で感激しちゃうし、提供してくださるお店の方、お店の方でこう一緒にお話をしててね、また感動してくださるしみたいな感じの、なんかお食事以外にもそういう温かな交流があってすごく良かったです。で、あのこの日の写真なんですけれどもね、あの私の X の方に載せてありますので、ぜひ皆様気になる方ご覧になってみてくださいね。最高でしたよ。いや、でもあの初参加のこのボイサリオンなんですけれども、まあ、朗読劇ということなので私たち台本を見てますよね。その台本を見てその演技をするというのが、皆さんの前でやっているんだけれども、いつものアフレコのスタジオでやっている感じと感覚的に変わらないというか、もちろんピューって言ってこう煙が出たりとか照明が暗くなったりとかいろんなことがあったりとかするんですけれども、割とあの台本を手放してやるお芝居と比べるとちょっと落ち着いてできたかなっていうところがありました。それでもやっぱりお客様の方はなんとなく視線が向けられなくて、まあ、私の役が盲目っていうところもあったりとかして伏せ目がちで演じているところもあるんですけれども、全てが終わってちょっとほっとした中で客席が明るくなって、そこに、たくさんのお客様がいらして、で皆さんがニコニコ笑顔で拍手を送ってくださってるっていうことになんだかすごく感動しました。はい、これからまだ私何公演もね残っているので、まだまだ、楽しめるなと思ってワクワクが止まらない感じなんですけれども、また新たなメンバーとなんかどんな化学反応がそこで起こって、どんなコラボレーションができるのかっていうところがすごく楽しみで、ぜひあの来てくださる皆さんにもね楽しみにしていただきたいんですけれども、その私の初日のナポレオン部分が勝平くんから渡くんに変わっただけでガラッと雰囲気が変わって、やっぱりその役の作り方が少し違うので、そういう意味では私のやってるマリーもね、きっとね、あのいろんなマリーがいるんだと思うんですよね。で、私は自分のマリーしか知らないんですけれども、でも皆さんはきっとどの回見に行ってもね、きっとすごく楽しめるんだろうなっていうことがね、本当に、実感として分かりました。さあ、ということで早速ですね、スプーンの盾ご覧になった方からメールが届いてますのでご紹介したいと思います。神奈川県の衣類長持さんからです。スプーンの盾、
のんこさん的初日12月8日のお昼の会を拝見しました。私もボイサリオンは初参戦、生身ののんこさんとカッペイさんを見るのも初めてなので、ドキドキとワクワクでシアタークリエへ。幕が上がると物語の世界観に引き込まれて、憧れのお二人が目の前にいるはずなのに、マリーとナポレオンにしか見えませんでした。あっという間の3時間で幸せな気持ちで満腹です。ってありがとうございます。カッペイ君の前髪がね、ちょっとくるんくるんってなっているところがね、ナポレオンに寄せているっていうことでなんかすごいこだわりだなと思って、あのトライで実はねカッペイ君メイクしてたんですよ。でメイクさんに髪の毛やってもらっている時に、おお完璧なナポレオンだってあの感動した声を上げていてね、私とね見た時に前髪のことかって思って大納得しちゃった。なんかそんなところも注目してみていただければと思います。茨城県七夜の願い星さんから、ボイサリオン開幕&のんこさん初日おめでとうございます。ありがとうございます。 X のお写真見ましたよ。マリーのんこさん超可愛いです。ありがとう。これからのんこさん会を感激するんですが、週末にきっこさん会を感激してきました。仲良しなお二人が同じ役を演じることはそうそうないことですし、違いを感じる楽しみが増えました。そうなの、きっこちゃんと同じ役だからね、えもちろんリハーサルでも合わないし、本番でも顔を合わせられないし、そういう意味では同じ作品携わっているのにこんなにも会えないっていう感じなんですけど、当たり前ですよね。同じ役を演じてるんですよ、ね、だからキッコちゃんがどんな風に演じてるのかなっていうのも想像がつく部分もあるし、つかない部分もあるしっていう感じで、シーンによってはね、なんかすごく見てみたい気もするんですけれども、まだ自分自身が今自分のことでなんか精一杯な感じになっているので、きっと今ここでどのね他のマリーさんの声を聞いたりとかお芝居を見たりとかしても、何かこう自分の中に迷いが生まれたりとか影響されちゃうところがあったりとか、そういうことになってしまうとね、リハーサルで積み上げてきたものが崩れちゃうかもと思って、なんかそれが自分自身でね保てる自信がないので、あの皆さんのそのお芝居も見てないっていう感じなんですけど、でも本当はね落ち着いたら見てみたいなって思ってます。どんな風に同じ役をねみんながどうやっているのかっていうところがね、さもう本当でもね楽しい、緊張感もあるし、ずっとその何時間になるんだろう、まあ、トータルで休憩もやるとね、まあ、3時間ぐらいになるんですけれども、その間を集中しているっていうことが、まあアフレコってあの撮ったらまた休憩、撮ったら休憩っていう感じなんですけども、今回は始まったらね一幕が終わるまでずっとなんて言うんでしょう、集中してるし緊張してるし、で休憩があってまた2幕が始まればまたそこでもってギュッと引き締まってね頑張るぞっていう気持ちにもなるし、割と声優のお仕事っていうのは長時間ぶっ続けで集中力を保つっていうことがあるようなないようなっていうか、だからそういう意味ではねやっぱりね、あの終わった後はすごくやったっていう達成感と同時に、すごくなんて言うんでしょう、疲労感みたいなものもあったりとかして、もちろん心地いい疲労感なんですけどね、なんかこういう感覚が久しぶりだなと思って、で今まであの朗読劇っていうと長くやったものでも2回公演までっていう気がするんですよね、私ね。だから同じ役を10回も演じられるっていうことがすごく楽しみだし、もしかしたらやってるうちに気づくこともあって、またちょっとずつこう変わっていくのかななんていうところも自分自身があの楽しみだななんていうふうに思っています。プレミア音楽朗読劇ボイサリオンセブンティーンスプーンの盾、東京公演は日比谷シアタークリエにて12月30日土曜日まで上演中です。私はマリー役で10公演に出演ということで、あと7公演になりました。頑張ります。当日券も出てるようなので、はい、当日券の情報は公式サイト公式 X でご確認ください。劇場でご覧になった皆さんはぜひ感想もお寄せくださいね。そして12月9日土曜日、そうなんですよ、ボイサリオの初日の翌日だったんですけれども、幕張メッセで開催された東京コミコン2023のステージイベント、日高のり子のボイスアクターズフィーチャリング山寺宏一も無事に終了いたしました。今回で私コミコンは3度目ということになるんですけれども、まあ、今回はねとにかく人の数が
ものすごく多かったです。出演者も含めてなんですけれども、海外からのセレブの方たちの人数も多かったですし、ご来場のお客様の人数もものすごく多かったですし、メインのステージでこのボイスアクターズの公開収録というのをね、まあ、生配信もありつつなんですけれども行われたんですが、そのお席の埋まり具合も今回が一番多かったかなっていうことで、まあ、コミコンの会社さんもね、コロナの影響があったりとかして、なかなかね、本格的な開催というのができなかったわけなんですけれども、今回はそういう意味ではね、全て落ち着いたところで、私は初めて本当のコミコンをね、なんか味わったような気持ちにもなっています。まあでも今回はね、なんといってもですね、私もそうですし、ゲストの山ちゃんもそうなんですけれども、一番上がったのはバックトゥーザフューチャーで、ドクを演じられたクリストファー・ロイドさんとご対面できたこと。これはね、山ちゃんのおかげなの。山ちゃんが、バックトゥーザフューチャーで、もちろんマイケル・J・フォックスさん演じるマーティーの吹き替えもしてるんですけれども、その後に宮川一郎太さんがマーティー役をやる場面で、山ちゃんはドクの役をね吹き替えたっていうことがあって、そういうことがあってコミコンのスタッフの皆さんたちが山ちゃんとクリストファー・ロイドさんをこう合わせてあげようみたいな感じの雰囲気になってたんですよね。今そこに私がおまけのようにちょこちょこついていってですね、本当にラッキーなことに憧れのドク様と一緒にお写真を撮ることができました。私ね、本当にね、バックトゥーザフューチャーが本当に一番最初にものすごくハマった映画で、同じ映画を何度も見るっていうのを初めてしたのもね、このバックトゥーザフューチャーだったの。だからそういう意味ではすごく思い出が強いし、テレビでやるたんびにやっぱり見ちゃうしみたいなところもあって、大好きな作品なんですよ。前回のコミコンにもいらしてたんですけども、その時はもう本当に遠くからお姿を拝見するのみ であとはそのコミコンの X でね、クリストファー・ロイドさんがデロリアン号と一緒にお写真を撮られているところを拝見したりとかね、まあ、そういうなんかすごく普通の感じで見させていただいてたんですけども、今回は近くで握手までねしていただいちゃって本当に嬉しかったです。当日の模様は東京コミコン公式 YouTube チャンネルでアーカイブ配信されますね。当日東京開催ということだったのでね、他の地域の方たちで配信をご覧になった方もいらっしゃるでしょうけれども、東京開催でも東京にいても見に行けなかったとか、そういう方たちもたくさんいらっしゃるかもしれません。ぜひぜひこのアーカイブ、山ちゃんとのねトークもですね、めちゃめちゃ盛り上がって面白かったので、ぜひご覧ください。日高さんのおうちでラジオ、おうちでラジオ、おうちでラジオ。2023年も本当に残すところね、あと2週間っていう感じになってきましたね。今回のメール投稿のテーマは2023年にやり残したことということでいただいております。皆さんが今年やり残したことを紹介します。さあ皆さんは一体何をやり残したのでしょうか。まずは大阪府のしましまんさん。2023年にやり残したことですが、のんこさんのイベントにリアル参加できなかったことです。5月は大阪コミコンがありましたが、母の入院もあり地元なのに参加できなかったし、年末の朗読劇は会社は28日で仕事納めなのに、今年に限って自分の担当案件で年末の12月29、30に工事があるため、いろいろ準備があって予定が組めなかったんですよね。なので来年は絶対リアルでのんこさんに会いに行けるように頑張りたいと思います。いや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 、そんなあなたに朗報ですよ。1月の13日と14日、鳥かごのね、朗読劇がありますから。はい、ここをどうでしょうか。しましまんさんの日高はじめにしてみては。おすすめします。愛知県宮西みのるさんから。のんこさん、デビュー43年おめでとうございます。ありがとうございます。これからもご活躍を願っています。2023年にやり残したことは断捨離、不要品の処分です。やらなければと思いながらも、日々の生活を言い訳に手につけられませんでした。ダメですね。でも今年だけの話ではありませんので、気負わず少しずつでも手をつけていけたらいいなと思っています。そうなの、そうなの。やろうと思ってやれなかったことでもずっと宿題のようにこう頭の中に残ってたりするでしょ。でなんとなく気になってるじゃない。そうするとなんかちょっとだけこう今時間があるからちょっとだけやろうかなって言って、そのちょっとちょっとのこう積み重ねでもね、私はいいと思うんですよね。
はい、頑張ってください。長野県の南風さんから、私がやり残したことは新しい服やズボンを買ってないことです。今から4年前と比べると体重が17キロ減り、うわすごい、かっこ病気ではないのでご心配なく、よかった。服がブカブカでジーパンを履くとベルトをしっかりしないと下がってしまったり、上着は1リットルくらい落とさないとダブダブだったりと、あ、 1L ぐらいって読むのかなこれ、あ、上着は1 L くらい落とさないとダブダブだったりと、太ってしまって着れないのではなくその逆なので、買い替えるのももったいないし、まだ着られるしと葛藤しています。時間あれば服をゆっくり見に行きたいなと思います。そうね、やっぱりこうズボンはね、ぴったりサイズじゃないとちょっと難しいけれども、上着はね、大きいのをダブッと着るっていうのもなんか流行っているようなので、いいかもしれませんよね。羨ましい。でもやっぱりこう痩せちゃってサイズが合わなくなるっていうのも、本当に大変なんだろうな。例えばあのスーツで通っているサラリーマンの方たちなんかにとっては、サイズが変わるっていうことがね、もう本当に大変なことですよね。ズボン買い替えなくちゃいけないとかね、上着もとかね、なんかすごく大変なことだから、カジュアルな服だったらなんとなくちょっと大きめ着てごまかせたりもするんだけど、なんかねこうスーツってこうぴったりサイズじゃないとおかしかったりとかするもんね。いろいろありますね。兵庫県ののこと花丸さんから、2023年にやり残したことは今年帰省しなかったことでしょうか。実家は広島なので帰ろうと思えばすぐ帰れるのに、今年は帰省しなかったなとちょっと後ろめたい思いもしています。娘の高校受験が終わったら帰省しようと思ってます。いやいやいや、高校受験とかその もうお子さんの受験っていうのはね、親にとっても一大イベントですから、自分で頑張ることなら私もね思ったよ、自分のことだったらいくらでも頑張れるのにね、なんか人を頑張らせるのも難しいし、悩んだり苦しんだりしてるところどうフォローしたらいいかなとか一緒になってね考えちゃったりとかしたりして、顔色一つ見てもね調子いいのかな悪いのかな疲れてんのかなとか思っちゃったりとかね、やっぱり全てが終わった後でこう気持ちがすっきりしたところでね帰省した方がね、ご両親と会ったりとかしてもねお話がこう弾んだりとかするでしょうし、なんか自分自身に余裕がない時ってちょっとしたことでもって心に引っかかってしまう言葉がを見つけてしまったりとか、いろんなことがあったりとかするじゃないね。だからなんかいいと思うよ、余裕がある時で。愛知県の雪姫さんから、ETC カードの作成と ETC 車載機の取り付けというのがやり残したことなんですね。大学卒業後から車に乗り始めておよそ10年、今までは高速道路に乗ることなく過ごしてきたのですが、近頃は遠出する機会がちょくちょく出てきまして、一般料金で高速乗ってるなんてもったいないと知人に熱弁されるので、そろそろ検討するかと思ってはいるのですが、手続きが面倒に思ってしまって行動に移せていません。でも年内にはって、そう割引があるのよね ETC とかってね。だって私とったもね、帰り戻し料金は100円ですとかねやったような気がするのででもきっとね、あのつけてしまうとね楽ちんだなってね思うと思うよ。私もなんかキャッシュレスな世の中ってどうなのって、やっぱり現金でしょとかって思ってたのずっと。でもやっぱりなんかタッチ決済とかでピピンで終わってしまうと楽だなって思ったりしちゃうもんね。福岡県のワンダーさんから、やり残したことズバリキャンプです。1年前からキャンプに行く計画を立てていましたが、道具にこだわりすぎてなかなかテントも決められないまま12月になってしまいました。キャンプは来年の楽しみにしたいと思います。っておこだわりさんなんだね。でもなんかいろいろあるもんね、やっぱりさ安い値段じゃないし、そうしたら考えるよね。うん、でお気に入りのものを持ってキャンプに出かけるとお楽しみも何倍にも膨れ上がりそうだもんね。こうテントの中にいるだけでもって、あーこのテントやっぱりいいな、迷いに迷ったけどこれにしてよかったなとかね、なんかこう出てあの夜景とかこう何月とかさ星とか見ながらもさプッと振り返って、このテントやっぱりいいなとか、なんかそういうのないですか私結構あるな。急いで買ってしまってね後悔するよりいいと思う。石川県のさくらさんから、私が今年やり残したことは空手の昇級審査です。あんなに練習したのに風邪で休むことになりショックです。この1週間ずっと風邪で寝込んでいます。毎日健康な生活をしているので原因がわからなくてモヤモヤしています。
それにこんなにも食欲がない日が続くなんて初めてなので、早く治しておいしいものをたくさん食べたいですということで、まあ、風邪も流行ってたからね、やっぱり自分がどんなにしっかりしていても電車の中で咳込んでる人がそばにいたりとかね、ちょっとしたことでこう移ってしまうっていうことがあるんでしょうね。私もなんか今年3回ぐらい風邪ひいちゃったからね、ちょっと自分としてはですね、健康オタクとしてはね、なんかちょっとがっくりと肩を落としちゃうよね。気をつけてるつもりなんだけど、でもね、やっぱり風邪をひくときっていうのはね、自分の中でちょっとだけは気がついてるときがあるのね。なんかちょっとスケジュールが立て込んでて、こんなに疲れてるのに私よく持ってるなって思ってるときに限って、なんかほっとした瞬間に風邪もらっちゃうような気がするね。お大事にしてください。宮城県のノースウィングさんから、ダイエットです。今年の目標として心に誓った10キロの減量を目指して食事制限と運動を頑張っています。浮き沈みを繰り返しつつ、12月1日現在で目標まであと1キロとなりました。すごい。残り1ヶ月、やり残しにならないようにラストスパートだーって。すごいね、頑張ったじゃない。なんかあと1キロだったらどうにでもなりそうな気がする。京都府のつくも99さんからです。ジブリパークへ行くことです。絶対に今年中に行きたかったのですが、家族の予定が合わず断念しました。でも日高さんのインスタや公式サイトのムービーを見て、ますます行きたい魂に火がつきました。来年こそ必ず。そうね、やっぱりね、家族揃って行きたいよね。そう、来年こそはぜひ行ってください。そしてね、家族でもって楽しい写真いっぱい撮ってください。長野県のトゥルーラブさんから、今年の初めにお年賀として妹からもらった焼肉屋さんのお食事券、期限が2023年の年末まででした。このラジオのこのお題を聞いてなければ思い出せなかったと思います。危うく高級焼肉を食べ損ねるとこでした。嫁と焼肉デートで使ってこようかな。のうこさん、マジでありがとうございました。いやいや、とんでもございません。お役に立てたなら嬉しいです。あるよね。もう私なんてさ、ネットで買い物してさ、買い物した時にさ、600円のクーポンがついてきたのにさ、そのクーポンを使わないでさ、同じお店でさ買い物しちゃって、なんだか600円損した気がして、すごい悔しいっていうことがあった。思い出してよかったね。大阪府のおーいむちゃさんからです。ボイサリオンスプーンの盾のチケットを取ることです。東京に農家さんか読みに行く決心をしたのに、天候に左右される外での仕事の関係で12月中旬以降のスケジュールがギリギリまで決まらない状況でして、ちなみに大阪公演はカッペイさんのナポレオンに会いに行きますということで、大阪公演ね、山ちゃんも参戦することになったので、もしかしたらカッペイくんと山ちゃんと、あともしかしたらそこにキッコちゃんも加わったりしてね。えいや、大阪でも楽しみがあるから、まあでも、もしもなんかスケジュールの都合がついて心と体に余裕があるようでしたら、ぜひ私のも見てもらいたいけど、でもね、大阪公演だけでも十分だと思いますよ。埼玉県のんこのパパさんから、今年やり残したことは奥様への恩返しです。最近体調を崩してしまい、いろいろと助けてもらいました。おかげさまで回復できたので、一緒にボイサリオンスプーンの盾を見に行って、さらにスペシャルコラボディナーを予約しました。イエーイ。今から公演と上野駅旧貴賓室でのお食事が楽しみですって、最高最高。私もね、台本を熟知して、そしてご飯を食べに行ったらね、普通に食べてもね、美味しいの、きっとね。そのお料理の美味しさだけで感動しちゃうんだけれども、あのお芝居のこのシーンで出てきたなとか、でそれを、そのお芝居内容をよく分かっているシェフの方が作ってくださってとかね、そのスタッフの方たちが作ってくださって、そうするともう私としてはですね、あ、これ私のセリフの中にありましたよねとか、なんかそういう喜びもあったりとか、またあと貴賓室がですね、本当に美しいんです。ワインも美味しいので、ぜひ美味しいお食事とワインを楽しんできてください。さあ、ということで今回もたくさんのメールありがとうございました。次回更新分のこのおうちでラジオが多分年内最後の更新になるのかと思いますけれども、ということなので、まあ、これもなんとなくね、毎年恒例見たくなってきてますけれども、メール募集のテーマはベストオブ日高2023です。はい、2023年の
あなたにとって一番の日高はどんな日高だったでしょうか、ということでいただきたいと思います。今年の私の活動としましては、まあそうですね、出演した作品、アニメ作品もそうですし、外画もそうですけれども、まあ、番組とかゲストで出たりとか、あとはイベントとか舞台とかいろいろありましたよね。まあ、あとインタビューなどもなんかいろいろ受けたような気もするんですけど、皆さんが全てをチェックされているかどうかわからないけれど、でもね、その中からね、皆さんにとってのベストワンを教えてください。メールの投稿はのりこひだか .com のトップページにあるメール投稿フォームのリンクバナーからお送りください。ひだかさんのおうちでラジオ、最後にお知らせです。リードピアリーディックシアター鳥かご、私の2024年の最初の大きなお仕事となります。2024年1月13日土曜日と14日の日曜日、品川クラブ X で朗読劇ですよ。またまた朗読劇で、今回は結末が全て違う結末選択型音楽朗読劇ということで、こちらの音楽もね、ほんと印象に残る曲なんですよね。私時々なんか頭の中を流れてくるもの、まだ今の時点ではお稽古に参加していないのであれなんですけれども、これからちょっとなんかお稽古に参加してね、共演の方たちとこうセリフを交わすと、またなんかこう自分の中での気づきだったりとか、その作品がもっとね深く自分の中に入ってきたりとか、こんなところが面白いとか、ここが楽しい、ここが苦しいとか、いろんなことが出てくると思うんですけれども、まあ、とにかくね、初共演の皆さんたちも多いので、カッペイ君とは引き続きになるんですけれどもね、私はキリという女の子の役で昼夜2回全4公演に出演します。こちらもぜひチェックしていただきたい。チケットや公演内容に関する情報は鳥かご公式サイト、公式 X をご覧ください。そしてこの後更新されます日高のり子オフィシャルメンバーズスマイリングの皆様だけにお送りする日高さんのおうちでラジオアットスマイリングでは、先日情報解禁となりましたいろいろな件、アニメとかゲームとかオーケストラコンサートとかリリース情報とか配信情報とかなどなどをお話ししたいと思います。この後もスプーンの盾本番頑張ります。今回もお聞きいただきありがとうございました。お相手は日高のり子でした。2023年まだまだありますよ。皆さん元気出していきましょう。バイバイ。日高さんのおうちでラジオアット YouTube。